俺彼女が上がってきた時に、まあ、上がってきた時にこういう感じで上がったと同時に出てる。そして中心に入ってるの。それが線なのね。こういうこういう線じゃないの。いくら速くてもいくら速くてもこういう線じゃないの。で洗脳っていうのはこうにもう上がる前にこうするで終わってると上がってると上がってるこういう。だからあれが出てる。上がった時に終わってんの。終わってこういう感じじゃない。線ですよね。みんな大体戦略的に、あいつも上がって、あんまり動かないですよ。で、こう来て、みたいな。で、洗脳技やりましたね。で、上がってきたら、こうね、ここ終わってんの。上がった時に、こういう。上がったんですよ。本当は終わり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 。
まずは自分の体の力。これ食べてみなさい。自分の体の練習ね。で、頭が違うのに終わりでしょ。やる気がするんだよ。向こう、向こう。そこなんだ、向こう。本当に自分の体の力なの。頭で踏んでるつもりだけど、受けないから風が合うままあって、で、その力っていうか、あなたはそういうのを意識できない、上半身意識から意識してなくて、下半身の方が全然意識できないと思う。下半身に力が入ってるかどうか、全然ちっちゃいだけだ。やりようもない。上半身が体を向けてるから、動くと、いいのが行く。本当に。向けてる。そこまで行くっていうのが、下半身の力が邪魔してるだけで、それ逃げてるっていつも言ってんじゃん。下半身の力が入ってるよ。だから明らかに動かうと、動かして、下半身の力がそのままガッシュって気にしようがない。Yeah, I'm sorry, I'm sure.